はい、カバーチューブのカッパ園長です。さてと、じゃあ最後この動画ではね、タックスヘイブン終了かと、おや、オリラジ中田さんも計画変更すか。なんか日本を含む G7 がこのグローバル企業に対しても、ね、最低 15% の税金を払わせることに暫定同意したっていう、そういう話ですかね。グローバル企業か。ロンドンで開かれてた G7、の財務省会合で5日、各国はグローバル企業への課税強化を視野に入れた歴史的な合意に達したと。G7 各国は法人税 15% 以上を目指すことで一致。世界各国の法人税引き下げ競争に歯止めをかけようとするもので、実現すればハイテク大手のアメリカアマゾンやアメリカフェイスブックなどが影響を受ける可能性が高いと。個人じゃ、関係なさそうだな。なんだ。ドイツのオラフ・ショルツ、副首相兼財務相は、税の正義と連帯にとっては非常にいい知らせであり、タックスヘイブン、これは大丈夫ですよね。租税回避地のことですね。にとっては悪い知らせだ。企業はもはや納税義務から逃れられないだろうと述べた。これはもうさっさとそうするべきですよね。ガンガン絞り取りましょう。で、まあこれ世界中の反応ね、こんな感じなんですよね。これは企業がタックスヘイブンのために、祖国を捨て大惨事が起きるという未来が回避されるということかとか、自国で6万ドルで税金 22% 払っているけどね。で、次が、世界中の犯罪者どもは恥じるべきとか、どうせまた別の方法を見つけるんだろう。まあそんな気はしますけどね。次が、アメリカ企業は税金ゼロを続ける方にかけるわとか、いいね、ようやく始まったかとか、権力者たちが同意するということはすでに別の抜け道を見つけたからじゃないの。で、次の人が、常にそういう方向になるわけじゃない。大企業は割と規則に素直だ。そうでしたっけ？規制により中小企業の競争力を抑えることもできるから。中小企業の競争力を抑える？規則に全く従わないのはいつも、規則に全く従わないのはいつも小さなプレイヤーだよ。世界中ではどうか知らないですけど、いや、そんなことないと思いますけどね。うん。だって孫さんとこもそうじゃないですかね。あれ違ったっけ？タックスヘイブン国家アイルランドさんどうなるのかな？これに従うのかな？で、次の人。これは利益がどこで発生しようとも課税するという取り組みのようなので、アイルランドがどうしようか関係ない。次の人。金持ちや権力者がこういう提案するということはそこまで負担がないということなのだろう。どうですかね？PR かなとか、すでに抜け道見つけたのかなとか、ベゾスは今頃怒り狂ってるぞとか、これアマゾンの人ですよね。いや、実際ベゾスは、いつも税制改革に賛成だったよ。で、次の人が、でもグーグルとフェイスブックは悪い奴らではなかったのかとか、租税の努力のために費やすより普通に払った方が安いことに気づいたのかなとか、いいね、これで大体の問題は解決するとか、アメリカの税制があまりにもひどいので他国にも規制を作ってもらう必要があったということか。まあこれが正解じゃないですか。うん、そんな気がしますけどもね。まあ当たり前だぞと、ね、捕まらないっつうだけでただの脱税ですからね、やってることは。だから、あの一時なんか一世風靡したあの脱法ハーブ、あれなんかともうか、内容的には次元レベルとしては何も変わんないですからね。だから今までの分も追徴課税した方がいいですよね。法を悪用した方脱税なんですからね。これはもうやっぱりね、おまわりは巻くことできても税務署はね、買わせないっていう、もうそのまんまその通りがっつり締め上げてね、どんどん吸い取っちゃえばいいと思いますけどもね。まあ、いいんじゃないですかね。なんていうかね、要はバランスですよね。政府がもちろん力持ちすぎてもいけませんし、だからって企業が力つけすぎるのもまずいじゃないですか。だからやっぱりバランスですよ。力のバランスが取れてるのがベストだと思うんで、今だとこの企業が政府を多少なりともコントロールできるぐらいには力つけてるし、いい時期かもしれないですよね。だからアメリカは保険とか格差とか、その事実上のこの奴隷階級やら発生してるのはそれが要因とも言われてますしね。だから社会主義とか共産主義にこのね、なんか系統が始まっているのはそのあたりの影響もあるんじゃないですかね。まああれはあれで政府と一部の富裕層はさらに凶悪化するから、まあ幻想でしかないですけどもね。何にせよ正当な課税っていうのはいいことですよね。払わなければならないものは払わなきゃならないですからね。さて、オリラジの中田さんはね、どうするんでしょうかね。まあいいんですけど。とりあえずじゃあ宿題の確認いきましょうか。梅雨時とかけて、ほにゃららと解きます。その心は、でしたよね。
いつもたくさんの人どうもありがとうございました。まあなんか山田くん待機状態ってありますけれども、じゃあチャイくんさん、梅雨時とかけて日体関係と解きます、その心は雨降って地固まりますです。パーシモンさん、梅雨とかけましてまた新しい起源症と解きます、どちらもムシムシで、桜さん、梅雨時とかけて悪友に渡したびっくり箱と解きます、その心は、どちらも早く開けてと待ち望みます、大阪の星さん、梅雨時とかけて ICU に通う学生と解きます、その心はしつけ湿気は高いでしょう。でプリシラさん、梅雨時とかけて抜歯の上手な歯医者と解きます、その心は両者腫れが少ない、腫れが少ない、全力を出しました。勝則さん、梅雨時とかけて成金親父の家と解きます、どちらもカビだらけ、カビとカビだらけになりがちですと。めぐみこさん、コロナ禍の梅雨時とかけて巣ごもり、生活、火災いらずと解く、梅雨入り梅雨明け梅雨知らず、梅雨知らずって梅雨知らず の全く知らなかったことですかね。で、シマリスさん、梅雨時とかけて大阪のおばちゃんのポケットの中身と解きます、その心はいつも雨ばかりと、現在のワクチン接種状況と解きます、その心は選択、選択と選択ですかね、できない、いろいろ考えましたがボキャ不足のシマリスにはこれ以上浮かびませんでした。いや十分じゃないですかね。桜パワーさん、梅雨時とかけいつでも服選びに時間のかかる妻と解きます、その心は同じく選択ですかね、選択に悩んでいると。コジーさん、梅雨時とかけて告白と解きます、その心は振られてばかりの毎日ですと。でもう一個が缶詰と解きます、その心は、開ければ夏の味覚がなっていますと。夏の味覚が待っていますか。赤目さん、梅雨時とかけて質より量と解きます、その心は傘転じて傘かな、傘傘増しの傘と雨傘の傘が気になりますと。徳仁太郎さん、梅雨時とかけて、2世3世議員と解きます、その心は油断するとすぐ腐っていきますと。マカレ龍之介さん、梅雨時とかけてどうやらお屋敷のお宝が隠されてるらしい開かずの間と解きます、その心はどちらも早く開けてほしいですと。たくさんの人どうもありがとうございました。さてじゃあ次はですね、ヤフー知恵袋からのお題ですが、何でしょう、クイズですかね、数字の、2、3、5、6、8、9、いいですかね、6種類、2と3と5と6と8と9、この中で仲間外れの数字はどれですか、一つ選んでその理由も答えてくださいってことなんで、これをね宿題にしましょうかね。大丈夫ですかね。数字の2と3と5と6と8と9、2、3、5、6、8、9、この6つの数字の中で仲間外れの数字が1個あるんですよ、それはどれですか、でその理由も教えてください、これにしましょうかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。